じゃ、こんにちは。さあ、はい、交流戦、このチームのこの選手がキーマンになる第2弾でございます。キーマンは誰だ、キーマンは誰だ、探せということで、今日は、対戦する中日、西武、阪神、楽天、広島、ロッテからそれぞれキーマンを豊さんに挙げてもらいます。うん、まずは中日と西武が当たります。この3連戦当たってます。はい、まず中日です。大島かな。戻ってきましたね。戻ってきたね。はい、で、まあ、怪我する前は絶好調で打線を引っ張ってたんだよね。はい、で、中日打線を見るとビシエド、はい、マルティネス、はい、こういうことも良くなってきてるし、あの阿部もいいよね。はい、木下も戻ってきた、うん、木下もいきなりホームラン打ったりだとか、まあ、いろいろしてるから、はい、大島が牽引できるかどうか。あ、やっぱあの中軸が当たってきてるから、やっぱり 1,2 番の出塁だと思うんだよね。うん、だからまあそこら辺から言うと、やっぱ大島がどれだけで出れるか、はい、まあ、それにかかってるかなって思うよね。うん、うん、で、まあ、まあピッチャーも不安だけどな、ちょっとな、ちょっとそうですね、ここに、うん、大野がな、コッパみじんにやられるなんていうのは思いもしなかったけど、そうなんです。先発陣がね、ちょっと大量失点っていうのがあるよね。はい、あったので、だからまあそこら辺がやっぱちょっと心配だけどさ、はい、まあでも中日の課題っていうのはやっぱ打線だし、はい、まあ、打線の中で、まあ、大島がやっぱ牽引していってほしいよな。そうですね。うん、で、その中日が対戦する、まあ、してるのが西武なんですけども、ね、はい、うん、怪我に多いな。そうなんです。一人帰ってくると源田帰ってくるのかな。いや、だ、源田選手もそうです。あと金子選手、まあ、もうそうだよね。はい、だからそこら辺が欠けると足が使えないんだよ。そうですね。で、西武の魅力ってさ、はい、長打もさることながらやっぱ走れる選手も多いんだよ。うん、長打打てない代わりは走りますぜみたいな、はい、そういう走る選手が2人、ね、離脱してるっていうことは、うん、すごく西武にとって攻撃 の、 そのアイテムが使いにくい。はい、まあ、そこから言うと、うん、やっぱり山川だったり、うん、おかわり君だったり、うん、はい、このやっぱ長打に頼るのかなって思うよね。あ、もうそこに頼るしかなくなってきた。投手陣はね、ある程度やっぱこういいよ今年、はい、だからある程度打っていかなきゃいけないということを考えると、うんうん、あの山川とおかわり君、はい、はい、まあ、ここら辺の長打がね、うん、炸裂するから。そうですよね。まあ、DeNA 戦、昔交流戦でやったけど、はい、西武と、はい、おかわり君なんか2試合で4本ぐらい打って帰って行きやがったからね。勝利されてるんですよね。いや、もう大好きだって言うんだよ、横浜戦。いや、球場が狭いし。でさ、この西武、中日戦終わると次 DeNA と当たるんですよ。いや、だからよ、だからよ。ただ、まあね、ベルーナドームなので、うん、まあね、ポコポコはないかもしれないんですけど、もうお得意様としてその DeNA と当たるんですよ、まあ、まあね、西武はね。いや、特に横浜スタジアムでやった時には好きなんだよね、多分。相性いいんですね。だから、まあ、キーマンとすればそういう、まあ、長打がね、うん、やっぱセリーグ相手のピッチャーに打てるかどうかだよね。はい、うん、っていう風になってきます、ね、やっぱ得点源って今つなごうと思ったらなかなかつながらないよ、西武の打線って。うん、だから、まあ、例えば1人置いて2人置いて、まあ、ソロホームランじゃね、ちょっとあれだから、はい、1人置いてホームランとか、うん、そういう長打に頼るしかないのかなっていう風には今思うよね。ということはキーマンになるのは今のところ、まあ、長打打てる選手。そうだね。だから山川であり、はい、おかわり君、おかわり君かなって思うよね。はい、さあ、阪神、楽天です。対戦してるのは、はい、阪神、キーマン、阪神は佐藤、はい、あ、佐藤輝明選手、うん、はい、これはなぜかというと、うん、まあ、ピッチャーはそこそこいいよ、やっぱ阪神がね。はい、あの西武戦での3本のホームラン打ったのかな、昨年、はい、すごいよね。いやいや、パ・リーグのピッチャーって向かってくるから、はい、俺佐藤にはいいんじゃないかと思って。だ、交流戦で打ち出す可能性が高いってことですね。まあ、今も、うん、まあ、そこそこ打ってるけどね、はい、パ・リーグのあの力のあるピッチャーを打っていけるのはやっぱ佐藤だと思うんだよね。うんうん、で、パ・リーグのピッチャーはなんか佐藤に挑んできそうなんだよ。ああ、勝負してきそう。ああ、うん、いや、もうまっすぐで、はい、だ、それを打ち返せるのは俺佐藤じゃないかなっていう気がするんだよね。ということはホームランも数打つんじゃないかなっていうような気がするよ。ああ、じゃあキーマンやっぱそうですね、佐藤輝明選手ですね。うん、
そうなってと思うけどね。でもね、変化球もいいの持ってんだよね、パ・リーグは。速いボールに対してこうフォークとかさ、はいはい、持ってるピッチャー多いから、はい、まあ、なかなか簡単ではないけども、うん、まあ、佐藤が一言言わんかな、まっすぐで勝負できるピッチャーいるのかなみたいな。ちょっと楽天いるのかなみたいな。そんな感じだったら、まっすぐブンブン、もう向こう気強いから、パ・リーグのピッチャー、そうですよね。一言言っとけ、うん、ポロッとね、ポロッと。それか、もしくはあのマスコミにポロッと記者に言っとくと、書いて、いや、だから、うん、だからそこをうまく使うって。なるほどね。俺にまっすぐで迎えるピッチャー、パ・リーグにいんのかなみたいな。そうですね、セ・リーグではいるけどねみたいなこと言っちゃうんだ。何よみたいな感じで絶対投げてくるような無国旗の強いピッチャーが多いから、あ、そこをポーンと。そうそうそう、あ、なるほど。で、その阪神と対戦してるのが、まあ、楽天、うん、まあ、浅村だな。あ、まあ、こっちもだからそうですね。これね、セ・リーグでね、やっぱり優秀な左ピッチャーって多いんだよ、はい、各チームにね、うん、だからやっぱ右の浅村、うん、浅村が打つと楽天は楽に勝つけど、はい、浅村が打たない時っていうのはなかなかね、うん、点になってこないんだよね、うん、だから浅村の状態っていうのはすごく気になるな。あ、そこの浅村選手の状態次第で上に行ったり下に行くことにもなっちゃう。そうだね、まあ、一つマルモレホス、マルモレホス、はい、この外国人が、はい、日本の野球にこうアジャストできるようになってきてるよね、はい、だから、まあ、この外国人も、うん、すごく楽しみな一人なんだけどもね、はい、だから、まあ、浅村、うん、その、まあ、外国人、まあ、ここら辺になるかなって思うよね。まあ、ピッチャーはもういいわ。いいですもんね、ピッチャーはほっといていいわ。そうですね、うん、あと例えば各チームが楽天マークするときに、例えば西川選手を出さないようにするとかっていうマークも。西川出してもいいんだよ、浅村が当たってなかったら帰ってこれないし、うん、点にならないかなって、まあ、点にならないというか他の線。ただね、あそこは左バッター多いでしょ、うん、はい、まあ、セ・リーグは左ピッチャー多いから、うん、先発でね、優秀な先発ピッチャー多いから、はい、各チーム持ってるよ。あ、だから、まあ、そこら辺で、うん、浅村がやらないと苦しむかなって思うっていうことなんですね、うん、さあ広島ロッテです。広島小園小園おじさん、やっぱね、小園が打つと楽だわ、うん、で西川もねすごく調子が悪かったんだけど、はい、ここのところ上がってきてる少しずつね、うん、だから小園が打つと楽になる、うんうん、でマクブルー軍もそこそこいいし、いいですよね、うん、まあ、菊池もなんか交流戦ではやりそうだし、うん、まあ、そんなこと考えるとやっぱ小園かなと思うんだよね。打線の中打つとやっぱ勢いがつくというか、うんうん、だから坂倉なんていうのは安定してるしな、はい、だから小園をどこに置いてどういう働きをさせるかっていうのは一つのポイントだと思う、その、まあ、打順というか、うん、あとはね、先発ピッチャーって大瀬良がいたり、はい、森下いたり、床、うん、田がいたり、栗がいたりだとかさ、はい、まあ、結構揃ってるから投手陣はね、そんな心配ないんだけど、うん、やっぱ打つ方だな、まあ、小園選手がじゃあちょっとキーマンになりそうだね、はい、さあ、ロッテです。まあ、マーティンが打つといいけどね、外国人が、はい、マーティンが打つと打線がこう流れるような感じがするけど、うん、マーティンが止まると点は取れないよね、うん、でね、中継ぎにね、はい、左ピッチャーがあそこはいないんだよ、なかなか、はい、いい人がね、うん、セ・リーグって左バッターを結構多いから優秀なね、うん、まあ、パ・リーグにもたくさんいるよ、はい、まあ、だけど、まあ、そこら辺での系統がうまくいくかいかないか、うん、で佐々木千早っていうのもいいけど、はい、ただ左バッターに対してはちょっと苦戦するかなと思うから、左ピッチャーをベンチに2枚ぐらい欲しいんだよね。おー、でそれが揃うかどうかっていうのが一つのポイントでもあると。そうですよね、うん、選手主催の時はそうなってきますよね。そうそうそう、どこが買い時でとか。そうそうそう、いやだからその DH がないだけにね、はい、ピッチャーの買い時だとか、うん、そこら辺のポイントっていうのはすごく大きく左右してくると思うから、はい、だからそこで左がいるかどうかっていうのはね、うん、大きいと思うよ。ロッテは、まあ、外国人選手もそうなんですけど、その中継ぎの左、うん、そこがちょっとキーポイントになってきて、ちょっとポイントになるなと思うけどね、っていうことなんですね。あ、まあ、前回の動画と今回の動画でちょっと駆け足でキーマン、もう12球団終わったの？もう
早いね、終わりましたよ。12チームしかいないんで、日本は。もう本当にやだ、お前抜けてない抜けてないです、全部行きましたもん、これで全部。あ、そう。漏らしちゃいました。あ、そう。はい。なので今やった選手たち、まあ、前回の動画と今回の動画でが、やっぱりこの交流戦、ちょっと変わってくる。まあ、言えば中心選手だよね、うん、中心選手が、まあ、まあ簡単に言えばやらなきゃいけないということ、うん、まあ、それと DH を使えるようになったときに誰を DH にして誰を守備に使すかということもすごく大きなポイントだよね。そうですね。だからジャイアンツっていうのは本拠地でやるときよりもパ・リーグで行った方がなんか力が少し上積みされるみたいな、そんな感じがする。そうですよね、DH 使えるから。そう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 、うん、だから単純にそういうふうに考えるとなんかそういうふうにイメージできるしね、うん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 、だから決してホームだから、はい、っていうことではないよね。そうですね、うん、いや、この交流戦ね、まあ、始まったばっかりですけれども、うん、一体、まあね、交流戦での優勝チームっていうのももちろんね重要になってきますし、うん、勢いのあるチームがそのまま後半というか中盤から優勝っていうことも去年みたいにありますか。いや、オリックスは去年多分4位か5位だったと思うんだよね。ああの交流戦前までのパリーグの順位が、うん、でも交流戦で優勝してから、はい、そっから勢いを持っていけたよね、はいはい、で交流戦でメンバーがガチッと決まったしさ、うん、だからそういう意味ではすごく交流戦で弾みがつくチームと失速するチームっていうのがあるからね、はい、そうですね。だから本当にあの慎重に戦っておかないとさ、はい、大変なことになるっていうことだよね。そうですね。だからファンの方も見逃せないということだよね、はい、交流戦は、うん、まあ、重要な、なんだ交流戦かセ・リーグが弱いんだよみたいな、そういうつもりじゃダメ。そうですね、はい、はい。